ルののぞみです。今日はですね、じゃん、キャプテンスタックさんの合わせ焼き網を使ってローストビーフを作っていこうと思います。これ近所のホームセンターに売ってたんですけど、どんな感じなんでしょうかね。それではどうぞ。それでは開けていきます
まだあるものを焼いていきます。ちょっと醤油が漏れてる。醤油コーヒー取ってますね。これ。それでは。いただいていこうと思います。お腹減りました。いただきます。美味しい。はい、この合わせ焼き網なんですけれども、簡単にローストビーフと焼きおにぎりを作ることができました。お値段もすごく安かったので、初心者の方にはいいと思います。これからもたくさんこれを使っていこうと思います。今日もありがとうございました。